ゆっくりの、シャレにならない怖い話。巨頭王。2チャンネルの怖い話の中でも有名な巨頭王。実はこれはシャレにならない怖い話スレに書き込まれたものです。有名だけど意外と出所は知られていなかったりします。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めていない、121。巨頭王はこのスレに書き込まれました。数年前、ふとある村のことを思い出した。一人で旅行した時に行った小さな旅館のある村、心のこもったもてなしが印象的だったが、なぜか急に行きたくなった。連休に一人で車を走らせた。記憶力には自信がある方なので、道は覚えている。村に近づくと、場所を示す看板があるはずなのだが、その看板を見つけた時あれ、と思った。この先〇〇 km となっていたと思うのが、巨頭王になっていた。変な予感と言ってみたい気持ちが交錯したが、行ってみることにした。車で入ってみると村は廃村になっており、建物にも草が巻きついていた。車を降りようとすると、20メートルくらい先の草むらから、頭がやたら大きい人間が出てきた。とか思っていると、周りにもいっぱいいる。しかもキモい動きで追いかけてきた。両手をぴったりと足につけ、でかい頭を左右に振りながら、車から降りないでよかった。恐ろしい勢いで車をバックさせ、とんでもない勢いで国道まで飛ばした。帰って地図を見ても、数年前に行った村と、その日行った場所は間違っていなかった。だが、もう一度行こうとは思わない。という短い文章です。たったこれだけの短さですがインパクトは大きいですよね。しかしスレの中でこの話をする人たちはいませんでした。有名なシャレコアでも書き込まれた当時は注目されず、まとめサイトで有名になるパターンが結構ありますがこれもそうでした。皆さんはこの描写から巨頭をどんな風にイメージしてますか？私は、進撃の巨人の無垢の巨人や、青鬼をイメージしていました。こいつらが体を左右に振りながら近づいてくる様をイメージすると不気味ですよね。きっと皆さんにもイメージはあると思います。あれ、もう話が終わってしまいましたね。では巨頭王の考察やツイッターで騒がれた話など見ていきましょうか。まず、巨頭王とは何か。巨頭はでかい頭ということでわかりやすいですが、お、とはなんぞや、という話が昔から色々考察されてきました。元は村だった説、元は巨頭村と書かれていたが、こんな風に文字が書けて、お、に見えた説、可能性はありそうですが、実際、おに見えますかね、かなり小さくバランス悪くなっちゃいますよね。まあ手書きの看板だったらそう見えるかもしれませんが、次に有名なのは、矢印説。こんな感じで村の位置を示す矢印が、おに見えたんじゃないかという話です。まあこれも手書きの看板だったら読めるかな、というくらいでしょうか。中にはとある地域の人柱を、お東京、と呼ぶそうです。それを右から読んだ説、というのもあるそうです。なんでおがカタカナなんだよ、とか言っちゃいたくなる説ですね。お東京というのも2チャンネルに書き込まれた話です。屋根裏から変な音する、獣害に詳しいやつ来てくれ。というスレに出てくるのでそのうちこれもまとめようかと思います。とまあここまでいくつかの考察を見てきましたが、正直どれもうさんくさいですよね。まあ実在しない村なのでしょう。と思っていたらツイッターにこの看板を見つけたという方がいたようです。2018年8月15日、山の中を走ってたら変な看板を見つけたというツイートです。これを見ると、お、が小さいですね。村の文字が書けたパターンのようです。ちなみにこのツイートは今は削除されて見れません。そしてこのツイートの5日後、この場所を探して見つけた方がいました。ここらしいですが看板はありません。ということは誰かが自作の看板を立てて自分であげたのでしょう。渾身のネタだったのでしょうねきっと。しかし騒がれすぎてツイートを消した。こんな感じだったのかな？では別の切り口から見てみます。書き込んだ人の ID を見ていきましょう。いつもなら必死チェッカーというサイトで調べられるのですが、オカルト板のこの時代は必死チェッカーでは調べられないので、適当に検索してみます。すると、ここはオカルト板の先ほどとは違うスレです。不思議な場所について書き込むスレみたいですね。ここに同じ ID での書き込みがありました。小さい頃に遊んでいた山、というほど大きくはないが森の茂った場所があった。一部開けたところがあって、そこに漫画やら何やら、秘密基地とか言って遊んでた。ある日そこに行った時、広場が歪んでた。はって思うかもしれない。が、本当に空間が歪んでいたんだよ。カゲロウみたいに。ちなみに季節は秋だったと思う。肌寒くなってくる季節に、カゲロウなんてない。その歪みから目を離さずに、小石を拾って投げてみたら、ものの見事に石がぐにょんとワカメみたいに消えていった。もう一度だけそこを訪れたが、漫画なんかは全部なくなってた。という書き込みをしています。だからといって何かがわかるわけではありませんがね。私の勝手な感想ですが、魚燈音は、怪談をよく書き込んでいる人のヒット作、だったのかもしれません。いかがでしたか？有名な話、魚燈音でした。本当にそんな場所があったら怖いですね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。